世界一への執念、2位でもいいだろ。歴代最多のメダルラッシュとなったリオ五輪では、世界の強豪たちに真っ向勝負を挑み、最後の一瞬まで勝利を諦めない選手たちの姿に日本中が感動しました。4年後の東京オリンピック・パラリンピックは必ずや世界一の大会にする、何としても成功させなければなりません。同時に我が国の未来を切り裂く、私たちもまた世界一暮らしやすい国、世界一信頼される国を目指し、新たなスタートを切るときです。参議院選挙で自由民主党と公明党の連立与党は、目標の改選過半数を大きく上回る勝利を得ることができました。この道を力強く前へ、これが選挙で示された国民の意思であります。安定的な政治基盤の上にしっかりと結果を出していく、国民の負託に応えていく決意であります。この国会に求められていることは、目の前の課題から逃げることではありません。挑戦です。いかに困難な課題にもチャレンジし、建設的な議論を行って結果を出すことであります。一億総活躍、地方創生、農政新時代、そして地球儀を俯瞰する外交、安倍内閣は未来への挑戦を続けます。世界の真ん中で輝く日本の未来を皆さん共に切り開いていこうではありませんか。この夏、台風10号をはじめ記録的な豪雨が相次ぎました。お亡くなりになった方々に哀悼の意を表し、被災されたすべての皆様にお見舞いを申し上げます。北海道、東北を中心に各地で生活インフラ、収穫間近であった農作物などに甚大な被害が発生しており、激甚災害としてその復旧に全力を挙げてまいります。さらなる防災・減災対策に取り組み、国土強靭化を進めます。熊本地震から5ヶ月、仮設住宅への入居はほぼ完了しましたが、さらに災害公営住宅の建設、保育所や介護施設の復旧など、被災地の生活再建を加速します。中小・小規模事業者、農林漁業者の皆さんの事業再開を支援し、なりわいの復興も進めます。特別交付税を増額し、被災自治体の財政負担を軽減します。一日も早い復興を目指して取り組んでまいります。東北では外国人宿泊者が昨年震災前を上回りました。観光先進地東北を目指し、新たなチャレンジを支援します。福島では中間貯蔵施設の建設、除染など住民の帰還に向けた環境整備、廃炉、汚染水対策を着実に進めながら、未来のエネルギー社会を開く先駆けの地として、新しい産業の集積を一層促進してまいります。あの大震災、困難の日々を胸に刻みながら、被災地の皆さんと力を合わせ、新しい東北の未来を切り開いてまいります。英国の EU 離脱、失速する新興国経済、世界経済は今大きなリスクに直面しています。新たな危機に起きることを回避するため、 G7 が協力して全ての政策対応を行う伊勢志摩の地で合意しました。英国の EU 離脱の判断に際し、 G7 が緊密な協議を行い、速やかに行動しました。先般の G20 では中国をはじめ新興国ともこの危機感を共有しました。世界経済の成長と市場の安定のため、国際協調の強化にさらなるリーダーシップを発揮してまいります。 G7 の議長国として
日本はその責任を果たす、あらゆる政策を総動員いたします。事業規模28兆円を超える経済対策を講じ、内需を力強く下支えします。アベノミクスを一層加速し、デフレからの脱出速度を最大限まで引き上げてまいります。有効求人倍率は47、すべての都道府県で1倍を超えています。史上初めてのことです。実質賃金もプラスに転じ、6ヶ月連続でアップ。雇用の拡大、賃金の上昇による経済の好循環が生まれています。この流れをより確かなものにする。本年、最低賃金を受給方式とあって過去最大の25円引き上げます。1000円を目指し、社会全体の所得の底上げを図ります。経済の好循環の成否は、全国の中小・小規模事業者の皆さんの元気にかかっています。生産性向上、販路開拓などの努力を後押しします。下請け法の運用基準を13年ぶりに抜本改定し、下請け取引の条件改善を進めます。低利融資による資金繰り支援と合わせ、地域経済を支える金融機関のセーフティーネットである金融機能強化法を延長します。消費税率 10% への引き上げを30ヶ月延期します。平成31年10月の実施に向け、軽減税率導入へ準備を進めます。それまでの間、逆進性対策として、所得の低い世帯への給付を行います。消費増税が延期された中にあっても、2020年度の財政健全化目標を堅持します。アベノミクスの果実も生かし、優先順位をつけながら、社会保障を充実していきます。無年金者対策は喫緊の課題であり、来年度中に年金受給資格期間を25年から10年へと短縮します。成長と分配の好循環を作り上げてまいります。経済対策のキーワードは、未来への投資。一億総活躍の未来を見据え、子育て支援、介護の拡充を進めます。介護離職ゼロを目指し、50万人分の介護の受け皿を前倒しで整備します。介護休業に積極的な事業者を新たな助成金で支援します。介護の仕事は本当にやりがいがある。そのことを国民の皆さんに正しく理解してもらいたい。介護福祉を目指す学生、小金しおりさんから聞いた言葉が、私の耳から離れません。大きな希望を持って、介護や保育の道を進んだ、こうした皆さんの高い使命感に、私たちはしっかりと応えていかなければなりません。技能や経験に応じた給料アップの仕組みを作るなど、処遇の改善に取り組みます。補助者の活用などにより、現場の負担軽減を進めます。再就職準備金を倍増するほか、あらゆる手を尽くして、必要な人材の確保に努めてまいります。保育の受け皿整備を加速します。小学生の放課後の受け皿作りも、学校施設を活用し、全国で展開します。子育て支援を拡充することで、希望出生率 1.8 に向かって歩みを進めてまいります。みんな限界にチャレンジしている。パラリンピック3大会に出場した佐藤真美さんが、かつて私に語ってくれました。リオパラオリンピックでは、限界を全く感じさせないアスリートたちの姿に、日本全体が勇気をもらいました。障害や難病のある人も、お年寄りも、若者も、女性も男性も、一度失敗を経験した人も、誰もが生きがいを感じられる社会を作ることができれば、少子高齢化というピンチも、大きなチャンスに変えることができるはずです。それはちょっと無理があるな。
2020年、そしてその先の未来に向かって、誰もがその能力を存分に発揮できる社会を作る、一億総活躍の未来を皆さんと共に切り開いてまいります。その大きな鍵は、働き方改革です。働く人の立場に立った改革、意欲ある皆さんに多様なチャンスを生み出す労働制度の大胆な改革を進めます。子育て、介護など多様なライフスタイルと仕事とを両立させるためには、長時間労働の慣行を断ち切ることが必要です。同一労働同一賃金を実現します。不合理な待遇差を是正するため、新たなガイドラインを年内を目途に策定します。必要な法改正に向けて躊躇することなく準備を進めます。非正規という言葉を皆さん、この国から一掃しようではありませんか。定年引き上げに積極的な企業を支援します。意欲ある高齢者の皆さんに多様な就労機会を提供していきます。各案にわたる労働制度の改革プラン、働き方改革実行計画を今年度内にまとめます。可能なものから速やかに実行し、一億総活躍の未来を切り開いてまいります。若者こそ我が国の未来、若者への投資を拡大します。本年採用する進学予定者から、その成績にかかわらず必要とするすべての学生が無利子の奨学金を受けられるようにします。給付型の奨学金も来年度予算編成の中で実現いたします。一人の若き農業者と先日山形で出会いました。美しい田んぼを守っていきたい。22歳の工藤光さんは、農業の道を志した理由をこう語ってくれました。汗水流して収穫したラズベリー、美味しかったよという声に大きなやりがいを感じているそうです。農家の平均年齢は今66歳を超えています。他方、一見困難に思えるその世界に飛び込みチャレンジする若者たちがいます。過疎化、高齢化、地方が直面する困難は深刻です。しかし、特色ある農林水産物、豊かな自然、伝統文化、それぞれの地方が持つ個性は未だ十分に生かされているとは言えません。ここに大きなチャンスがあります。安倍内閣は地方創生の未来に大胆に投資していきます。財政投融資を活用し、リニア中央新幹線の全線開業を最大8年間前倒しします。整備新幹線の建設も加速し、東京と大阪を大きなハブとしながら、全国を一つの経済圏に統合する地方創生回路を整えます。それぞれの地方が自らのアイデアで自らの未来を切り開く、自治体による地方創生の挑戦を新しい交付金によって応援します。宮崎の油津港では、海外からのクルーズ船が4年前の3倍に増えました。英語での観光案内を地元の高校生たちが買って出るなど、地域に活気が生まれています。旅行収支が昨年史上初めて1兆円の黒字となりました。外国人観光客は3年間で2倍以上に増え、本年過去最高2000万人を大きく上回る見込みです。次は4000万人の高みを目指し、観光分野に大胆に投資します。岸壁の整備、客船ターミナルの建設など、
クルーズ船受け入れのための港湾整備を進めます。滑走路の増設など地方空港の機能を強化します。那覇空港や高松空港では来月から入国審査手続きの一部を全員に行うバイオカートを導入し、審査待ち時間を最大3割短縮します。最先端技術を積極的に活用し、世界一の出力管理体制を整えてまいります。2018年を目途に3大メガバンクの ATM コーナーの半分3000台で海外発行のカードを使えるようにします。クレジットカードの IC 対応を義務化し、外国人観光客の皆さんが安心して決済できる環境を整えます。世界一安全な国づくりも欠かせません。多くの若者たちの将来を奪った軽井沢スキーバス事故の教訓を踏まえ、貸切バス事業への監査機能を抜本的に強化し、許可更新制を導入します。ホテルなどの建設を後押しするため、本年から容積率規制を大幅に緩和しました。 Wi-Fi の整備なども支援します。観光インフラ整備プログラムを年内に策定し、外国人観光客4000万人時代を見据え、投資を加速してまいります。これからの成長の主役は地方、プラスは世界であります。3年連続で過去最高を更新してきた農林水産物の輸出は、本年も昨年を上回るペースです。 TPP の早期発行を大きなチャンスとして、1兆円目標の早期達成を目指します。その先には欧州との EPA の年内大筋合意を目指すなど、良いものが良いと評価される経済ルールを世界へ広げ、おいしくて安全な日本の農林水産物を世界に売り込みます。輸出基地、輸出対応型施設を全国に整備します。国際的に遜色ない生産性を目指し、経営規模の拡大も支援します。農政新時代、その扉を開くのは改革です。農家の所得を増やすため、生産から加工、流通まであらゆる面での構造改革を進めていきます。肥料や飼料を1円でも安く仕入れ、農産物を1円でも高く買ってもらう、そうした農家の皆さんの努力を後押しします。年内を目途に改革プログラムを取りまとめます。夢や情熱を持って農林水産業の未来に挑戦する、そうした皆さんを全力で応援してまいります。世界シェア7割、欧州、アジアなど世界中で今カニ干木が一世を風靡しています。その製造装置で世界の市場を制覇したのは地方の中小企業です。100年前に誕生した一軒の干木店は、機械化の工夫を凝らした先にものづくり企業へ生まれ変わりました。かまぼこだけでなく、豆腐や菓子の製造装置など新製品を次々と開発、高い技術力を生かし、世界の食品メーカーに販路を拡大してきました。限りなき挑戦で世界のオンリーワンを目指す、宇部から世界へ挑戦を続けています。ひたすらに世界一を目指す気概、オンリーワンで世界を席巻する匠の技、こういう皆さんが挑戦を続ける限り、日本はまだまだ成長できる。皆さん、今こそ臆することなく、自信を持って世界一を目指していこうではありませんか。一生懸命頑張れば、東京ではメダルを取れるかもしれない。リオ五輪水泳に参加したユスラ・マルディン選手の言葉です。
内戦の地では逃れ、凍える寒さの海を泳ぎ切りました。暗い海でボートの中の子どもたちを安心させるため、笑顔を見せながら泳ぎ続けたそうです。ドイツでも諦めずに練習を続けました。そして目標の地リオへ、初の難民代表団の一員として夢のプールサイドに立ったユスラさんは、世界中の難民たちにこのメッセージを送りました。夢は叶えられる。2020年、夢の舞台となる我が国は、その国際社会の期待に応えなければなりません。地域紛争、大量の難民、相次ぐテロ、地球温暖化、世界は多くの困難に直面しています。日本は積極的平和主義の旗を高く掲げ、国際社会と手を携え、世界の平和と繁栄に貢献する決意であります。日本の外交安全保障の基軸は日米同盟。これは不変の原則です。日米の絆を一層強化し、希望の同盟として世界の諸課題に共に立ち向かってまいります。その強い信頼関係のもと、抑止力を維持しながら沖縄の基地負担軽減に全力を尽くします。北部訓練場400ヘクタールの返還を20年越しで4000ヘクタールの返還を20年越しで実現させます。沖縄県内の米軍施設の約2割、本土復帰後最大の返還であります。 0.96 ヘクタールのヘリパッドを既存の訓練場内に移設することで、その実現が可能となります。もはや先送りは許されません。一つ一つ確実に結果を出すことによって、沖縄の未来を切り開いてまいります。今月、プーチン大統領と14回目の会談を行いました。領土問題を解決し、戦後71年を経ても平和条約がない異常な状態に終止符を打ち、経済、エネルギーなど日露協力の大きな可能性を開花させる。本年中に大統領訪日を実践し、首脳同士のリーダーシップで交渉を前進させていきます。韓国は戦略的利益を共有する最も重要な隣国であり、未来志向、相互の信頼のもとに新しい時代の協力関係を進化させてまいります。中国の平和的発展を歓迎します。地域の平和と繁栄、世界経済に大きな責任を持つことを共に自覚し、戦略的互恵関係の原則のもと、大局的な観点から関係改善を進めてまいります。これまで延べ100を超える国地域を訪れ、地球儀を俯瞰する視点で積極的な外交を展開してきました。自由、民主主義、基本的人権、法の支配といった基本的価値を共有する国々と連携を深めてまいりました。我々は核兵器のない世界を希求する勇気を持たなければならない。本年、現職の米国大統領として初めてオバマ大統領による被爆地広島への訪問が実現しました。唯一の戦争被爆国として、我が国は核兵器のない世界を目指し、国際社会とともに努力を積み重ねてまいります。北朝鮮がまたも核実験を強行したことは、国際社会への明確な挑戦であり、断じて容認できません。弾道ミサイルの発射も繰り返しており、強く非難します。このような挑発的な行動は、北朝鮮をますます孤立させ、
何の利益にもならないことを理解させるべく、国際社会と緊密に連携しながら断固として対応してまいります。核ミサイル、そして引き続き最重要課題である拉致問題の包括的な解決に向けて具体的な行動を取るよう強く求めます。東シナ海、南シナ海、世界中のどこであろうとも、一方的な現状変更の試みは認められません。いかなる問題も力ではなく国際法に基づいて平和的外交的に解決すべきであります。そして我が国の領土、領海、領空は断固として守り抜く、強い決意を持って守り抜くことをお誓い申し上げます。現場では夜を徹して、そして今この瞬間も海上保安庁、警察、自衛隊の諸君が任務に当たっています。極度の緊張感に耐えながら強い責任感と誇りを持って任務を全うする、その彼らに対し今この場所から、これから敬意を表そうではありませんか。先日、天皇陛下が国民に向けてお言葉を発せられました。天皇陛下のご公務の在り方について、ご年齢やご公務の負担の現状に鑑みると、そのご心道に思いを出し、有志会議において国民的な理解のもとに議論を深めていく考えであります。橋を架ける熊本の白糸大地は江戸時代、水に乏しい不毛の大地でした。この困難の中に二康之助は希望を見出しました。水道橋をかけ山から水を引く高さ20メートルもの石橋は当時存在しませんでした。30億円を超える費用を捻出しなければならない高い水圧、大雨、想定外の事態に何度も失敗しました。それでも康之助は決して諦めませんでした。30年以上にわたる挑戦の末に通潤橋を完成させました。熊本地震で一部損壊したものの、今でも現役、150年にわたり資材と大地を潤し豊かな実りをもたらしてきた、まさに未来への架け橋となりました。少子高齢化、不透明感を増す世界経済、複雑化する国際情勢、厳しい安保環境、我が国は今もさまざまな困難に直面しています。私たちに求められている人は、悲観することでも評論することでも、ましてや批判に明け暮れることでもありません。建設的な議論を行い、先送りすることなく結果を出す、私たちは国民の代表としてその負託にしっかりと応えていこうではありませんか。憲法はどうあるべきか、日本がこれからどういう国を目指すのか、それを決めるのは政府ではありません、国民です。そしてその案を国民に提示するのは私たち国会議員の責任であります。与野党の立場を超え、憲法審査会での議論を深めていこうではありませんか。決して思考停止に陥ってはなりません。互いに知恵を出し合い、共に未来への橋を架けようではありませんか。
ご清聴ありがとうございました。